どうもマサルです、はい、ということで今回はですね、はい、僕の、国語力を試そうということで、はい、まあ歌詞とかも最近あの横文字やたら使いすぎてよく意味も分かってないのに使ってる状況続いてますんで、うん、まあ、今後の、歌詞書く、活動ですね、はい、それも、兼ねて、今回は漢字ドリル勉強しようチャレンジ、イエー、はい、もう本当にね、こんな僕もあの受験的な経験全くないんですけど、うん、はい、今回はちょっとどれぐらいいけるのか本当にちょっと自分も楽しみというか、そうだね、まあ、どこまでいけるのかなというところ、まあ、今回ちょっと買ってきました、漢字ドリルの方買ってきました、いや、はい、小学校6年生の毎日のドリル買ってきました、いやー、はい、あのね、本当これもあの買い行くときに本当にもう店員さんに、うん、すいません、あの漢字ドリル探してるんですけどって言って、うん、なんかこいつ小学生の漢字ドリル見てるやんみたいな、うん、ちょっと恥ずかしかったんですけど、うん、まあ、そこはちょっと僕はあの子供がいるかのように、あ、父親の漢字を出して、はい、父親のもうカモフラージュで、カモフラージュで行ったんで、うん、まあ多分大丈夫と思うんですけど、店員さんでもそういうのバレてると思うよ、店員さんこいつ恥ずかしいからそんな感じで来てんだろうけど、いや、そう、そう思われたらなって思ってる時点で結構やっぱ分かってたりするじゃないですか、まあまあまあ、そうだね、まあそうかもしれないですけど、しょうがないです、僕はこのレベルです、うん、まだ、はい、はい、ということで、はい、早速、この漢字やりたいと思います、この中からですね、ちょっと全部できないんで、まあ、総まとめみたいな、うん、小学生のね、6年生の総まとめ、はい、それをまあ大体2ページぐらいのやつでですね、やろうと思ってまして、はい、制限時間が、大体何分くらいがいいですかね、10分ぐらいにしましょう、10分ぐらいで、でこれ、全部点数ついてるんで、はい、100点満点、はい、目指してやってもらいたいなと思うんですが、はい、90点、まあ、以上いけば、まあ、セーフでお願いします、90点します、80点じゃなくて、いや、まあ、90点でいきます、90点いける、90点いけばもうセーフ、セーフ、はい、セーフで失敗すれば、まあ、どうしましょうかね、やっぱあのスペシャル罰ゲームっつって、まあ大体多分もうこれ見てるみんなも思ってると思うんですけど、うん、まあ、痛みに伴う罰ゲームということで、うん、まあ、今回すいません、また、まあ、熱血ということで、うん、シナハン君の熱血ビンタ、ビンタでいいんすか、はい、まあただ今回はちょっとあの耳キーンってならん程度の顔面でお願いしたいんですけど、大丈夫です、わかりました、じゃあ、はい、熱血ビンタで、はい、首がもげるほどの熱血ビンタ首がもげるほどのもうスローモーションでと飛んでいくみたいな、まあよくわかんないですけど、はい、それでは早速解いていきたいと思います、はいはい、ちょっとこれすいません、全然見えないんですよ、はい、ちょっと外していいですか、このスタートしたら、ちょっとこれ問題以前の問題なんですよね、問題以前の問題、問題以前の問題はテスト以前の問題、わかりました、じゃあそれがな、はい、もう取ったら解けるってことですね、お願いします、シランクスタートの掛け声の方をお願いします、わかりました、じゃあマサル漢字ドリルテスト、制限時間10分、目標点数90点以上、はい、頑張っていきましょう、はい、よーい、スタート、今回の問題ちょっと見ていただいてですね、うん、画像の方で皆さんにちょっと拝見していただこうかなと、まあ私だったら、僕だったら、まあ見ただけで全然もう解けるよって、いや、これ見てる人大体わかると思いますね、特に学生、はい、今学生の人とかはさ、そうですね、もうなんでこんなのもわかんないのっていうのばっかりかもしれないけど、逆に全然わかんないって人も多分いると思うんで、そうですね、まあよかったら皆さんこれね一回こう停止して、そうですね、うん、解いてみたらいいんじゃないかなと、マサル君とちょっと勝負してみたらいいんじゃないかな、はい、よっしゃ、さあ始まりました、マサル漢字ドリルテスト、まあこれちらっとさっき僕問題用紙一通り目を通させてもらったんですが、はい、もう僕では、はい、50点も取れる自信ないですね、いやーこれでもむずいんですよね、やっぱり、いやむずい、小学校6年生じゃあもうだいぶ漢字を勉強してるもん、訓読みとか音読みとかって何やったっけみたいなレベルですもん、いやーまあわかるわ、俺もそれレベルだから
多分見てる人は、はい、あ、この二人バカだなーって多分思われてるんだろうけど、まあそんなもんだよね、俺らはね。そうな。わっ、裏に来ました。はい、ちなみに、まさるくんの最終学歴は？僕は一応、高校1年で辞めてますね。中退組ってこと？中退組ですね。しかもあれですよ、僕、シアン君と同じ高校ですよ。あ、マジ？はい。マジ？はい。在学中に実はその高校の入り口の坂あるじゃないですか。うん。坂で僕多分シアン君のこと一回見てます。テストとか久々やろ。久々ですね。うわ、なんかこの引っ掛け感が腹立つわ。なんこれ。そんな問題があるんだね。いや、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、ということで、結果発表でございます。はい、もう早速点数から発表したいと思います。はい、点数の方はダラー73点。うわうっそやろ、マジか。73点でございます。マジか。小学校6年生レベルですよね。小学校6年生レベルだね。第1位、はい、次の漢字や漢字の部分を組み合わせてできる漢字を、四角に書き、はい、その漢字の、はい、その訓読みを、はい、カッコに書きましょうと。この、まあ、問1、はい、この問1の問題が、はい、漢字の方、はい、全問正解です。お、ただこの読みの方、はい、全問不正解です。で、裏に関してはですね、はい、裏に関しての4に関しては全問正解。お、うん、もう文句です。しゃ、まあ、ただ一番最後の問題は、はいはい、ちょっと難しい漢字は、はい、中をちょっとぐちゃぐちゃって書いて、はい、なんか分かんないようにごまかしてる感じが、うわぁ、バレました。いや、だよね。バレました。そう、バレバレで、はい、そこをもうクソバツにしてます。まあでも、まあ惜しかったんじゃないかなって思いますよ。はい、うん、よく頑張りましたと、はい、俺は思います。ありがとうございます。はい、ビンタします。はい、じゃあもうすいません、ここはもう罰ゲーム、スペシャル罰ゲームということで、はい、シラン君の熱血ビンタでございます。はいはい、それでは罰ゲーム、はい、執行したいと思います。はい、ちょっとこれ外さんとやばいですね、さすがに。まあさすがにね、はい、うん、左壊れたし、うん、まあでもつけとこうかな。でつけていいですか。うん、でもつけとこう。ありがとうございます。はい、受験生としては罰でした。はい、ダメでした。すいません、償います。はい、償います。しなくお願いします。はい、熱血ビンタお願いします。いきますね。はい、これメガネ、これ知らんくん、借りたやつ買いかんといけん、これ私、これバーン行きましたからね。今やっぱ知らんくんのビッありがとうございました、はい、ということで、今回は、小学6年生漢字ドリルチャレンジということで、失敗に終わってしまいました。はい、僕
じゃあ成功できる日はいつ来るんでしょうかということでね、いろんなチャレンジ、はい、そうですね、ほとんどミスってるし、まあこれでみんながおもろいなと思ってくれてるんですけど、こいつな無能やんってなってますからね、これやばいね。どうもありがとうございました。はいはい、次回予告なんですけども、はい、これ結構皆さん知ってるシリーズと思うんですけど、はい、キキシリーズってあるじゃないですか。キキシリーズ、はい、例えば飲み物だったりとか、まあ、結構ガキ使で結構あるんですけど、はい、私が食べたのはなんとかではございませんみたいな、うん、キキシリーズ、はい、本当いろんな商品で分かりにくい、うん、でそれにチャレンジしようと思ってます。キキシリーズチャレンジ、はい、皆さんお楽しみに。あ、そして、12月10日マサルワンマンライブ、ショーミーザーレインボー、四ツ谷ロータスの方であります。チケット500円です。皆さんぜひぜひ、チェックしてください。そしてワンマンライブ、遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。マサルでした。それではまた明日、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してね。